高知大学地域協同学部卒業おめでとうございますの花子です。とっとこなべ太郎、始まり始まり。ちょっと顔見なさい、顔見ないから猫やから顔出るかしてないのかな。まだ涙出るもん。いや見せて今日のセレモニーはどういうセレモニーかってことは皆さんご存知かと思います。前書いてる通りです。祝前田大河高知大学地域協同学部卒業おめでとうございますのセレモニーです。もっと今から始めたいと思います。4年前に出会った時にまだまだ19歳、8歳ぐらいの青年ですので、まあ、チラチラしてました、本当に。もう本当にね、じっといておらんタイプ。皆さんね、もう来てもね、はいっすー、はいっすーって言うようなタイプで、じっといておらないタイプ。今でもそうやん。今でもそうやん。そういう青年でした。まあ、そうやって皆さんの心を打ち解けながら過ごすことになっていったよね。で、そういった中で、彼が言ったことあるね。トコナミの記録って残ってるって言われてきたね。いや、残ってませんよ。で、そういう話を聞かれた時に彼は動画撮りを始めました。いろんなところで動画撮りながら、ロコさん、こういうものはやっぱ残すべきやと。人の動きとか、そういう姿を。で、今 YouTube 一度は本なんか見るとですね、全てここのことを書いております。我々の姿、語ってる言葉、それと皆さんのその活動していること、姿も全てがその YouTube 等で、見ることができます。で、それ100年先、100年先っていうのはどうなるか分かりません、地域っていうのは。でその時でもこういう集落があったよということを残してくれて、俺はすっごいそれに、感動しまして、大河様様という感じでもうおります。おめでとうございました。おめでとう。大河さん、恩の総督をおめでとうございます。一緒に飲んだことをよかったの。高知弁やから、よかったの。でも、ありがとうございます。この前、いたみたいに早そうときやよね。いろいろ財産を持って帰るの。大河が飲むと財産を置いてきた。YouTube のおかげで、マルトのおかげで進み、嬉しく思いました。まだ高知で帰ってきてね。ありがとうございます。明日は巣箱から巣立っていくことになります。寂しいけど頑張りね。須崎駅まで迎えに行くのが楽しみで、ご飯も一緒に食べたり、モーニングに行ったり、お泊まりのお布団を構えたり、思い出は尽きませんが、寂しくなるけど、これからのあなたの活躍を楽しみに、みんなで思い出話をしながら頑張ります。元気でね。これちゃんの上位中があれやからな。ねえ。あの人が一番上位中だから。どういうとこやろ。いいよいいよ。はい、本当にありがとうございます。昨日、高知大学地域協学部っていうところを卒業して、常鍋にたくさん来ていたっていうこの時期も、一旦卒業になるのかなっていうふうに思います。ただここでの関係性っていうのはもうずっとずっと途絶えるものではないなっていうふうに思っていて、多分東京に行ってからも、あ、今もきっとお酒飲みながらご飯食べながら自分のことを応援してくれてるのかもしれないなっていうふうに思えるんだと思います。これから仕事をしていく上でそういう場所が一つ自分にあるっていうことがどれだけが幸せなことか、どれだけ心強いことかと思います。
野本さんも言っていただきましたが、羽ばたき世界へという気持ちで森のスマホから羽ばたいて、もっと大きくなって、あの羽ばたいて帰ってくれたかな。そうだけだよね、そう、はい、本当にありがとうございました。ありがとう。ありがとう。海大に鍋で YouTube を始めることにしました。YouTube 知ってますか？YouTube ってわかります？あのタイヤの中国の方。お邪魔します。久しぶりです。イタリアの人だったか。あ、イタリアの人です。ギャラリーが多い。聞きにわとり多分もうできる。もうできる。あ、こいつやって。ひまご11年。すごい。ありがとうございます。すごい。面白いこれ。でね、これがなれたらね、はいはいたらはい、お母さんと私がやるって私が。ありがとうございます。はい、みんなが幸せでいきますように。とっとことこ鍋という本を出版いたしました。おだぎな欲しい。あばばばばじーやほー、久しぶり。ありがとう。うわ、頑張れよ。いただきます。うわだな。あれ、聞かされるばっかりで、いやいや、そんなことないです。なんかまたね、戻ってきても受け入れてくれるんだろうなって思うところが。それは、そんなこと心配する。喜ぶわ。何、また来てくれたらみんなが喜ぶわ。うん、この山はそこがいいところやね。うん、うん、聞いてくれてありがとう。また見とってや。